やりましたね。ありがとうございます。そうね、あの、せやな、そうだね、ありがとう。はい。あ。おお。どうも。さてさて、いらっしゃい。前田リー。あら、いら。またいらしてね。あの、素晴らしい。聞いてください。
ごきげんよう。ええ。ようこそいらっしゃいました。お任せください。まともな食材を調理するって緊張するわ。お口に合うといいのですが。うまい。焼けてしまうな。素直にうまいと思う。ようこそいらっしゃいました。ゼルコバ、何をしているのですか？あ、神竜様。今、ロウを溶かしてキャンドルを作っているところです。すごいですね。キャンドル作りが趣味なんですか？趣味というと聞こえがいいですが、まあ、暇つぶしですね。暇つぶし？人生は死ぬまでの暇つぶしなんていう人がいますが、俺はその考え方に賛成です。ゼルコバは哲学的な人なんですね。話す言葉も意味深な感じがしますし。そんなことないですよ。確かに俺は意味深なものの言い方をします。でも全く意味がありません。これも暇つぶしの一つ。意味など何もない自己満足なのです。へえ。何ですか、そんなにキラキラとした目で俺を見て。なんかすごく興味深いのです。私とは感性が違うというか、私が知らないものをたくさん知ってそうな気がして。変わったお方ですね。では今度面白いところにお連れしましょう。面白いところ？ええ、今は言えません。来ていただいてからのお楽しみです。わかりました。楽しみにしています。そこに誰かいるの？違う、気配がないわ。まさかお化け？ダメよ、私お化けだけは。アイビー王女。驚かせてすまない。だが今王女が怯えていたのは草木の影だ。え、ただの草木の影、お化けじゃなくて？本当だわ。見間違えるとはらしくないではないか。ディアマンド王子、今のことは他言無用でお願い。一国の王女が草木を見間違えて恐れをおののくなんて誰にも言えないわ。ましてや隣国のブロディア王国の王子に助けられるなんて。もちろん誰にも言うつもりはない。恩に着るわ。だがその様子ではしばらくは恐ろしいだろう。アイビー王女、よければこれを受け取ってくれ。何かしら、石？透き通った水色をしているわね。ブロディアさんの鉱石だ。勇敢という意味を持つ。お守りとして使われるものだ。持っていれば怯えることはなくなるだろう。でも隣国から施しを受けるわけには。ではこれは
私個人の気持ちだ。持っていてくれ。不要であれば捨てても構わない。それでは失礼する。あ、ディアマンド王子、綺麗な鉱石だわ。ブロディアではこんな石が取れるのね。私が相手です。ブロディア王城兵アンバー、やっやっ、さすが強いんですね。俺と伝説を作ろうぜ。せっ、ほい、見えた、せっ、かっこよくドーン。ダメ、はっ、パフィーばっかりしてたらお許しください。余とデートするのじゃ。正々堂々挑むと誓うわ。真剣勝負。私の実力不足だわ。いやよいやよも好きのうちじゃろ。
受けたまわりましょう。またお待ちしてます。やーやはい、またお待ちしています。よろしいですか。ありがとうございます。素晴らしいですわ。今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。素晴らしい。聞いてるよ。かっこいいよ。素晴らしい。かっこいいよ。素晴らしい。聞いてるよ。素晴らしい。聞いてるよ。かっこいいよ。聞いてるよ。素晴らしい。かっこいいよ。素晴らしい。かっこいいよ。いい感じだ。頑張れ。いい感じだ。頑張れ。素晴らしい。僕も幸せだよ。また一緒に鍛錬しよう。ああ、
素晴らしいです。はい。おお。じゃあどれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。成果が全てではない。続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。成果が全てではない。続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。そこに投げてみるか。また来るといい。身を清めまくって馳せ参じました。失礼します。美しい祭壇だ。ここで宴を開いたらどんなに素晴らしいか
いやいや、ダメだ。そんな横島な考えをしたら神竜様に伝わってしまう。ほら、神竜様が起きてしまわれた。お祈りだけしてすぐ帰るつもりだったのに。俺のバカバカ、パティバカ。